医学部で勉強してたらそういう離島で働くって存在自体があんまり選択肢に乗らないですよね。初期研修2年間でやっぱり離島にで働く医者にも会うこともないんで。でも基本的にはあの医療その離島や僻地医療の教育をする提供する機関なんですよね。からこう何ですかな、あの例えば都会で働いてるけど一回は離島に行ってみたい、だけど教育がないサポートがないから離島に行くのがちょっと躊躇しているようなドクターに、こういったゲネプロの教育があるから1年間でいいから行ってみな、なかったら知識も技術もあれ精神的にもサポートするからっていうサポート役をする会社がゲネプロだって、あるいはすでに働いている先生たちにもサポートできるような、すでに働いている先生たちも長く居続けられるようなサポートがゲネプロできたらいいなと。きっかけやっぱり医者として10年目で徳之島に行った時にある程度できるだろうと思って行ったけど、全然こう医者として歯が立たなかったというか通用しなかった悔しい経験が一番だと思いますね。だから医者10年目ってある程度もう一人前になってるような学年なんですけど、コテンパンになっちゃったんでやられちゃったんで、俺の10年は何だったんだろうと。もう一回戻れるんだったら、まあ、10年かけなくても3年でも4年でもいいから、どうやったらあの徳之島で通用する医者を育てられるんだ、あれもう一回自分自身がこれから何年か勉強して研修してもう一回徳之島に通用する医者になるにはどんなトレーニングをしたらいいのかっていうのをとにかく知りたかったのと、離島で通用する医者になりたかったので、そのゲネプロを立ち上げたというか。こっちが定期的に提供しているあの基本的な枠組みがあって、毎週水曜日にウェビナーという形でオンラインレクチャーを、それ年間40回だね。であとワークショップはやっぱオンラインだとね、なかなかあの雰囲気やらあの熱意が伝わらないんで、いつもみんな田舎にいるんで都会に集まって2日間の缶詰のワークショップっていうのを年に1回やってるのと、あとゲネプロのさっきの矢田とかゲネプロの指導医が現場に行って現場で悩み聞いたり指導したりっていうクリニカルビジットって3本柱がある中で、あとは勤務しながら勉強する、これは指導医から直接指導してもらうのはお任せですけど、1年間でこう身につけてもらいたいようなこうスキルって一覧を作ってあるので、できるだけそれを経験してもらえるようにあの病院の方には提示していますけど、オーストラリア総合診療学会という、まあ、老舗 の, プログラあの学会があって、そこは3年間で総合診療専門を取った後に1年間こう、なんですかね、2階建てで1年間僻地医療のトレーニングコースがあって、なんで3年専門やってから1年間僻地の専門を取るっていうプログラムを見て、あもうこれだなと思ったんで1年にしただけなんですよね。最初は3年にしようと思ったんですよね。3年にしたら誰も来ないんじゃないかなと思ったのと、まあ、3ヶ月でもいいかなと思って、3ヶ月としては病院側としては4、5、6月だけいても、あと誰もいないと思う、病院で受け入れ側も大変なんで、なんか1年単位がいいかな。一番最初っていうのはその病院とそれから研修医の間に入るということだと思うんですね。ですからやっぱりこう面と向かってとか、まあ、普段こう生活一緒にしている者同士の中で言いにくいこと、
それを私たちが聞いて、まあ、1年間満足でできるようにサポートしていくという、だから不満だとかそういうことを代行するみたいな役割が非常に強いと思うんですけども、ただ現実に病院が彼らに不満を持ったり彼らが病院に不満を持つということはもう非常に少ないケースなので、やっぱりメールとかだけではできにくいこと、やっぱり実際に会ってそこで飲んでみたりもそうですけども、何かこう一緒に、まあ、こうやっていく、その病院とともに一緒に研修を育てていくんだというその信頼関係を作ることが、クリニカルビジットの一つの役割というところありますね。360度評価ということで、まあ、いろんな職種の方から2人の先生とかおおむね毎度いいコメントをいただいていますし、的確なコメントもありますので、やはりその僕たちが それぞれの先生を客観的に評価できると思ってないわけで、それを現場で働いているもう全てのあらゆる部門のトップの方に彼らを、まあ、でも評価してもらってます。コミュニケーションとか指示とかまあ、フットワークとか全部一通り入ってます。結構的確ですね。僕たちが見て、ああなるほどっていう、あ知らなかったっていう面もありますから、まあ、これは続けていけばいいと思います。当初最初の時は年4回から始まったんですけど、まあ現実的に3ヶ月だとそんなに変化がないとかですから、今実際会うのは年に3回、まあ、4ヶ月ペースでってことですね。自分たちをいつも気にかけてくれてる存在なんだっていうことを分かってもらう一番いい場所で、ですから普通多くのものというのは紹介してそれっきりという形が多いと思うんですが、そうじゃなくある種病院に入ったところから私たちの仕事は始まって、でそれをやっぱり年に3回とか実際に顔を合わせて、でそれ以外にも当然メールとかオンラインとか電話で何かあった時に話聞くという、コンセプトが離島で一時そのしのげる医者になるのがテネプロのコンセプトなので、そういう意味ではその外科であったり小児科であったり、都会ではやっぱり当然小児科は小児科医に見てほしいとみんなが思ってるので、それは医師も思ってますし患者さんも家族も思ってるので、小児科医以外の人が小児を見ることってもうありえないんだと思うんですけど、一人しかいなかったらもう見るしかないので、小児科まで見るとか一旦整形も見るとか、そういうことはベネプロで中にできなかったんだろうと思います。当然来ただけで勉強になることってないので、それなりのその来た本人の意欲とがないといい研修にはならないとは思っています。ただそれをその、まあ、場所を提供してもらえたと、これ何ていうんですかね、大井戸病院っていうこの場所だって普通に生活テストでは絶対知らなかったはずなんです。知らなかったけども、こういうこのいい面白い研修を受けられる病院があったというこの場所を提供してもらったという意味で、ミネプロの目の参加は良かったと思ってますし感謝しています。なんで所属したのが大学病院の麻酔科だったので、やっぱりその患者さんと関わるのは手術室の中だけだったんですよね。なんでその手術室を出たら患者さんがどのような生活をしているかっていうのも全く分からなかったですし、こう今後医者として働いていく上でそれをこう知らないで過ごしていくのは自分なりにこうすごく違和感があったので、そのもうちょっとこう患者さんの生活を支えられるような医療を働いてみたいなっていう、そういう来た希望があったので、それにちょうど出会えたのは本当に良かったです。自分が本当にやりたかったことにもう一度また向き合えていることにすごく感謝してますし、また本当に自分がまた、
専門にこう特化していくところまた180度変わっていろんなことをこう幅広くやってジェネラリストとして研修を積んでいくことを決心するきっかけにもなったので、短期的な課題はもうとにかくリクルートリクルートリクルートで、やっぱりきっと医学部各学年100人いたとして、こういうゲネプロ的な離島に行きたい人間って肌感覚ですけど 2-3% かなって気がするんで、 2-3% って結構一箇所に固まってるんじゃなくて全国散らばってるんで、とにかく、広報ですよね。それが毎年今10枠を設けてるんで10枠を埋めるので精一杯ですね。で長期的な目標っていうのはもうゲネプロ10年間で終わりにする、もしくは卒業生を100人出す、それが目的で、その理由には10年後にはもうゲネプロってはもう逆になくすべきで、公的な国やら県のあれ学会のプログラムの一つとしてこのスキームであれば若手が来ますよ、あれ地域枠の研修生たちをあの僻地に行けるようなプログラムになりますよっていうのを、とにかく公のプログラムにしたいな、ゲネプロのプロスキームを、譲渡したいなっていう形を持っているので、周りの人がコピーできるようなプログラムにしたいなと思ってますので、100人いたら100人が離島に行きたいとはもちろん思ってないだろうし、冗談では騙してでも一回連れてきたら絶対気に入るからと思ってますけど、気に入る人の割合も 100% じゃないと思うんですけど、医学生の中であるいは地域枠で自分は地域医療やりたいから地域枠に入っただけど、みんな自由度があって脳外科とか心臓外科とかやりたいことを進めるけど私たちは田舎に9年間も行かなきゃいけないって悩んでる人間がいたら絶対こういうとこ見たり、やりたいと思ってるんだったらそれは絶対間違いじゃないよっていうのは声を大にして言いたいし、彼らの力づけたいというかサポートしたいなと思いますね。だからちょっとでもやりたいなって思う人間がいたらもう大歓迎というか絶対一回は行ってみた方がいいよっていうのはこう背中を押したいですよね。橋になりたいというか、最近になって、若い人たちの中にも総合診療みたいなものを目指そうというか興味を示してくれる人たちが増えてきてね、それじゃあそういう人たちをどうして育てるかということになってきてると思うんです。一番の僻地でね、心配というか不安というのは時代遅れになるんじゃないかという不安ですよね。遅れてしまうんじゃないかという不安、これはね、今後ますます強くなっていくと思うんですよ。だからそれを島で勉強するというのはなかなか大変だろうと思います。だから島で働きながらどういうふうにそういう研鑽の場を組み込んでいくかということになると思いますけどもね。僕は39年お世話になりましたけど、だけどそんな長くおる必要はないと思います。3年で十分じゃないでしょうか。だけども行ったらね、他のどんな場面よりも医療の石になった喜びというかなを感じる場面が多いのが多いの離島僻地かもしれませんよね。そういう意味でも離島僻地医療というのは体験してみるべきじゃないかなというふうに思います。医療の原点というかね、医療の厳しさと楽しさを両方味合わせてくれるのが離島僻地の医療だと思いますから。